皆さんこんにちは、ビルムです。今日のテーマは練習生期間が短い実力アイドルベスト5です。では早速始めましょう。一人目は X1 金妙漢です。金妙漢は幼い頃から歌手になるのが有名でしたが、テコンドーの道場を運営する両親の影響でテコンドーを知っていましたが、そして自分の本当の夢を誰にも言うことができなくて、スカウトも何度かされていましたが、お父さんが全て断ったそうです。でも金妙漢は大学を入学した後、知人の紹介で Wii エンターテインメントに所属してから、たったの1週間でプロデュース X に参加することになって X1 でデビューすることになりました。金妙漢の練習生期間は事務所に入って1週間、プロデュース X 期間の2ヶ月、約3ヶ月ぐらいだそうです。2人目は101ライガンリンです。ライガンリンは台湾で開かれたキューブエンターテインメントの国際オーディションを受けることになりました。ほとんどの参加者は韓国語で K-POP の歌を歌っていましたが、中国語でラップをするライガンリンの姿を見て虜になった新人開発チームは、韓国語が全くできないライガンリンをすぐに合格させて韓国に連れてきたそうです。そして韓国で6ヶ月ぐらい練習生をしてプロデュース101に参加し、101でデビューすることになりました。ライガンリンの練習生期間は練習生6ヶ月、プロデュース101期間の2ヶ月、約8ヶ月ぐらいだそうです。3人目はセブンティーン D8 です。 D8 はセブンティーン TV シーズン5で加入したメンバーですが、チームの中で練習期間が一番短いと有名です。だけど初めは韓国語もあまり上手じゃなくて、歌も上手くないという評価が多かったそうですが、 D8 は幼い頃から B-Boy チームで6年間だったので、パフォーマンスは一目一位で、優れたダンスの実力とアクロバットのおかげで簡単にデビューできたそうです。 D8 の練習生期間は1年5ヶ月で、すごく長く思うかもしれませんが、6年間練習生をしていたベスコプスに比べるとめちゃくちゃ短い方でしょ。4人目は BTS ジミンです。ジミンは BKIT の釜山公開オーディション出身で、釜山芸術高等学校で1位になるぐらい風流の実力がすごくちばめきていたそうです。だけどジミンはメンバーの中で練習生期間が一番短いですが、 BTS デビューチームの一番最後に加入したそうです。その理由は、他のメンバーはみんな違うエンターテインメントからたくさんオファーが来ていたので、そのエンターテインメントの中からBKIT を選んだわけですが、ジミンにはBKIT だけだったそうです。それでジミンはデビューチームに入るために1日に3時間しか寝ないで本当にものすごく練習をして、その姿を見て感心したBKIT関係者は一番最後にジミンのデビューチームに入れることになり、幸いにもジミンが BTS デビューすることになったそうです。ジミンの練習生期間は6ヶ月で、他のメンバーに比べるとすごく短いです。5人目はエクソ・チェンです。チェンは高校生の時音楽学院に通っていたんですが、チェンに歌を教えていた先生の勧めで SM オーディションを受けることになったそうです。それでチェンはオーディションで最後の2人まで残りましたが、残ったもう1人はエクソ・ベキョンで、チェンとベキョンは最後に1人だけが合格されると思っていて、お互い応援し合っていましたが、2人とも合格して SM 練習生になって、チェンはつばめけた歌唱力のおかげですぐにエクソでデビューすることになったそうです。チェンの練習生期間は7ヶ月で、同じグループのスウォンは7年というメンバーの中で一番長い練習生だったそうです。今日は練習生の期間が短かった実力アイドルについて調べてみましたが、面白かったらチャンネル登録といいねお願いします。では次の動画で会いましょう。またねー。